人ラッシュフォード巨額契約で電撃移籍へ。フランス一部パリ・サンジェルマン PSG が今季限りで退団する同国代表 FW キリアン・エムバペ25の後任としてイングランド代表 FW マーカス・ラッシュフォード26に定めてオファーを準備していると、英紙デイリースターが報じた。PSG の首脳陣はラッシュフォードとの契約を目指している。会長兼最高経営責任者ナセル・アルケライフ氏はエムバペの後任とみなしていると報道。移籍金として8000万ポンド約151億2000万円の入札を検討しているとし、週給50万ポンド約9500万円、年俸にすると約50億円を提示する見込みだ。ラッシュフォードは売り一択サボり癖ついたらもう治らないでしょ。いけー言ってくれー。フランスでの活躍を心から祈ってるからいけ。ラッシュフォードはいつもバカにしてるのにいざ PSG に行くとかになったら普通に悲しいなんでー。ラッシュフォードが朝の枠に思えてきて辛いう。エムバペの後釜にラッシュフォードは厳しすぎやしねーか。ラッシュフォードはちゃんと怒られて試合に出れないチームに移籍すれば頑張れると思うよ。本音を言うとユナイテッドと違って攻め方が整理されてるチームに行くと無双すると思う。今で言うとして、マドリー、リバプール、アーセナルあたりのチーム。申し訳ないけどラッシュフォードはリーグアンでも無双できません。そういえばここ最近エンバペ移籍聞かなくなった。